男性6人組、美少年の主演舞台、少年たちが4日、東、新橋演舞場で初日を迎えた。2021年から男性5人、ハイハイジェッツと2年連続で主演。単独主演は初めてとなる。28日で、スノーマンの岩本テ氏が、舞台発演室で、構成と振り付け、担当、刑務所で、 少年たちが友情を深める作品、軸は保ちつつ、現代での戦争をテーマに新た、物語を作り上げた。オープニング映像の、ナ・ションも担当。キャストがほぼ裸でオけ、使って踊る、オケダンスは、作品の内容と昨今の、今日を鑑みて行わない。6人は、少年の心情を時に、ミカルに、時にシリアスに熱演。劇中ではなす。とうとう、浮所日高。 藤井直樹と岩崎大、登る、佐藤竜が、金指和代が、それぞれ二人で歌唱する場面もは、息ぴったりのハーモニーを響かせた。浮所、岩、佐藤らの赤チームとなす、藤井、金指らの青チームによる大縄跳び対決も実施。60回飛んだ赤チームが57回飛んだ青チームに勝利。青チームは罰、無で、立った状態から腕立て伏せをし、 ジャップをしながら立つトレーニング、バービーを5、言った。岩本が振り付け、親指と人差し指で4、形を作るダンスが特徴的な新曲、振り木も披露。佐藤、我は丁寧にアドバイスをいただき、新たな僕、地の一面を引き出していただいたと岩本に、謝。岩崎大昇は、皆様に特別な時間をお届け、切るよう、新たな気持ちで演じますと意気込み、だ。 足立慶、竹村実後、千井の秋と、関商場、渡辺心、橋空、堀口優と、木村来氏も出演。この日の公、慶子には、スノーマンの深澤達也も来場し、客席から熱し、を送った。